こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。コメントでいくつかご要望があったので、今回から話す速度を少し上げてみました。前の方がいい、もしくは、このぐらいの速さがいいというご要望があれば、コメントにて教えてくださいね。ということで、前回2回に引き続き、今回もライゼン9の動画を作っていこうと思います。コメントで、かなり、数多くのご要望が寄せられていましたね。ですね。一回で全てを検証するのは難しいので、私が選んだものから順番に検証をさせていただきました。今回の動画だけでは全ての検証をすることは難しいので、やってほしい検証などあれば次回以降で実施するかもしれません。とは言っても、極限オーバークロックなど、破損のリスクがあるものは、極力お控えいただけると幸いです。ということで、今回から私の動画を見た人のために、PC の構成をまずは言っておこうと思います。こちらが現在の私のメイン PC でございます。CPU はライゼン9、メモリは DDR4-2666 が3枚で 24GB。マザーは ASUS 3のプライム X570。グラボはサファイアの RX570、ストレージは NVMe の M.2 が1つ、4TB の HDD が2つ搭載されています。冷却は、アンテックさんの3連ファンタイプの簡易水冷、ファンは、RGBLED 搭載のものが4つ搭載してあります。ということで、ただでさえかなり高消費電力っぽい PC なんだよね。こいつが果たしてどれくらいの消費電力なのか、考えただけでも怖くなりますぞ。前置きはこれくらいにして早速検証に行きましょう。まずは王道ベンチマークから試そうと思います。最初に回すのはシネベンチ R20 でございます。別で温度計測ソフトも表示しているので、温度もそちらで確認できます。果たしてどれだけのスコアが出てくるのか、録画ソフト回してるからちょっと落ちるとは思うけどね。ではベンチスタート。初めて知ったんだけど、コアの数が増えると描画の図形が横長になるんだね。解像度の問題かと思って、いろいろ試しても、なぜか横長で描画されてましたね。多分そういう仕様なのでしょうな。あと消費電力も測っているので終わったら発表します。にしても、12コア24スレッドは、すごいですね。R20 が、もう半分ほど終わってますよ。だねー。等速でこれってやばいよね。こんなスペック何に使えばいいんだろう。現状では動画の書き出しくらいですかね。体感では書き出し早くなりましたか？ OS ごと変えちゃったから、正確には言えないけど、前の6割ほどの時間で書き出せていると思います。それはすごい作業効率アップですね。ということで結果が出ました。結果、6288CB。温度は最高で72度をマークしています。簡易水冷でこれって結構すごい発熱だと思う。でも、さすが簡易水冷だけあって、ベンチ終了後は、比較的早く50度台に落ち着きますね。だね、ファン速度もまだ余裕があるし、設定上げればもう少しは冷やせるかも。ちなみに、録画ソフトなしの結果は 7000CB くらいだったよ。7000CB ってすごいですね。i9-9900K が 5000CB くらいじゃなかったでしたっけ？確かそのくらいだったと思う。これでまだ定格だからね。伸びしろも考えると本当にすごいですぞ。しかしあかりちゃん、すごいのは性能だけじゃないんだよ。え？他には何がすごいんですか？消費電力が凄まじいんだよね。ちなみにこれは R20 を回している時です。270W って、波の大型家電の消費電力を普通に超えてますね。そうなんですよ。ちなみにアイドル時の消費電力が、なんと 140W 近くあります。ベンチが 270W で、アイドルが 140W なんで、差分 130W くらい使ってますね。だね。おそらく TDP の 105W ってのは、定格動作時の数値なんだろうね。まあこれはシステム全体での消費電力なので、私のアホみたいに高電力なパーツを詰めた構成の、結果とも言えますね。ただ、まあこれを高すぎる、と見るか、意外とこんなもんかと見るかは人それぞれだと思います。実際私は電源 850W 積んで使っているので、これでもまだ半分も使ってないわけだし、130W くらいで 7000CB 出ると考えると、電力値以上の性能が出ていると感じていますね。まあ何にせよ、700W くらいの電源は、積んだ方がいいかもしれませんね。私もそう思います。
ちなみにあかりちゃん、アイドルで 100W 超えてるこの PC、スリープだとどれくらいの電力だと思う？スリープでですか？そうですね。まあ、2から 30W くらいは消費してるんじゃないでしょうか。私もそう思ったんだけどね。意外と 7W くらいで落ち着いておりました。意外と少ないですね。これだったら、スリープ運用も現実的な数値ですね。ですです。ということで、ここまでが基本的な電池と消費電力のお話になります。で、ここからなんだけど、前回の動画で視聴者さんからかなりご指摘があったのが、メモリの枚数に関してでございまして、3枚よりは2枚の方がいいんじゃないか、とか、どうせなら4枚挿した方が性能上がりそう、などなど、情報がいろいろとありましてね。結局、どれが一番性能が出るんでしょうかね。私もそれがめっちゃ気になったんですよ。ということで、今回の動画では、メモリ枚数によってシネベンチの結果はどれくらい変わるのか、を、残り時間で検証していきたいと思います。ちなみに、メモリ枚数に詳しくないのでシネベンチでやっておりますが、このソフト使うと差が出るよ、というソフトなどありましたら教えていただけると幸いでございます。では早速検証に行ってみましょうかね。まずは今挿しているメモリ3枚、24GB から、3スロット使用して、8GB を3枚挿してます。リスナーさんの意見の中には、奇数枚数は良くないというのがありましたね。全2でどれくらい変わるのか、それによってといった感じですな。検証はシネベンチ R15、R20 双方で撮ります。R15 はすぐ終わるので見ていきます。R20 はスクリーンショットで保存してあります。12コアで R15 って、本当に一瞬で終わりそうですね。等速でこの速さだからね。技術の進歩はすごいです。はい、結果出ました。R15 で 3090CB でございます。ちなみに R20 では7078CB でした。メモリ枚数を変えてこれがどう変動するかを見ていきましょう。まずは視聴者さんからもおすすめされていたメモリ2枚に変更しました。使用しているメモリー等は特に変えていません。環境もできるだけ同一環境で測っております。では、メモリ2枚での R15 を見ていきましょうか。さっきの 3090GB からどれくらい変わるかですね。ですです。これで性能上がったら2枚差しで運用するよ。その場合余ったメモリはどうします？そうだな。元メインマシンだったら以前72700につけてサブ機を作ろうかな。結果出ました。3093CB。あれ？あんまり、スコアに変化がないですね。そうなんだよね。私も見た時合ってるのか不安でした。R20 でのスコアも、7096CB と、先ほどの 7078CB とあまり変わらなかったです。意外と、2枚と3枚では、CPU ベンチの差はないのかもしれませんね。そうなのかもしれないね。では次は1枚でやってみようと思います。1スロットだけにメモリを挿して、実質 8GB しか使えない状況です。Ryzen 9には、あまりに少ない感じがしますね。それがスコアにどう影響するのかが楽しみです。では早速ベンチ行ってみましょう。さすがにメモリ1枚なので性能も落ちるんじゃないかな。ベンチスタート。いやー、12コア CPU になると R15 だと物足りなくなるね。そうですね。ベンチの長さももう少し長くないと、温度データなど正確に出なさそうですね。やっぱり今後ハライゼン9に関しては R20 がスタンダードかなー。ということで結果、3082CB でした。あれ、あんまり変わってなくない ?2 枚と比べても誤差程度のデータですね。まあ R20 ならきっと差が出るでしょ。ということで R20 の結果は、7106CB。あれおかしいな、一番高い数値になったぞ。これってもしかしてメモリ枚数シネベンチに関係ない。どうなんでしょうか？詳しい方いたら教えてくださいませ。確かスレッドリッパーとかもある程度枚数差さないと性能でなかった気がするんだけどな。ということで、メモリ1枚のデータでした。わからん。まあとりあえず次は4枚です。4枚目のメモリは友人に借りました。私と同じクルーシャルのだったからね。さすがに4枚挿して 32GB になると圧巻ですね。こんなに使い切ることあるんでしょうか？まあすごいエフェクトかけた編集だったり、CG とかの作業だったら使うかもしれないけど、私の用途ではまずオーバースペックですな。
デハメモリ4枚のベンチ行ってみましょう。なんでメモリ1枚でもスコア変わんないんだろ。難しいですね。詳しい方がコメントしてくれるのを待ちましょうか。ですな。知ってる方いたらぜひお願いします。私の無知のせいでデータが取れてない気がします。ということで結果出ました。 3094CB。 やっぱりあんまり変化がない気がするね。 R20 の方も 7049CB ということで、こちらも大きな変化はありませんでした。こんな結果でいいんだろうか。個人的にはメモリの枚数でベンチスコアがすごい変わってくるかなと思ったんだけど、意外と枚数によるスコア変化はなかったですね。まあ、測定方法が間違っている可能性もあるので、このデータは参考までにでお願いします。ということで、検証動画の1回目はこんな感じにしようと思います。次回はマザーのファンの音をよく聞かれたので、音周りの検証とかもしてみようと思います。他にもやってみてほしいことがあったら気軽にコメントをお願いいたします。じゃあ、あかりちゃんよろしく。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録などもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。